アルツロガッティは、カナダの元プロボクサー。イタリアラツヨシューカッシーの出身。男性。リング上では、激しい闘争心を見せ、劣化のごとき打ち合いを好むファイタータイプ。その闘争心に火がついた時の猛攻から、ザサンダーの異名を持つ。晩年の試合はディフェンスを磨き打たれずに打つスタイルも、見せているが、前世紀の戦い方はまさに肉を切らせて骨を。 立つという形容がふさわしい。相手に打たれることを恐れない精神こそがガッティの最大の武器であった。ボクシングの原点である、殴り合いを信条とするファイティングスピリットを持っているため、アメリカ大陸など激しい攻防を好む傾向にある、地域では実力以上に人気の高い選手である。ファンの記憶に残る名勝負をいくつも演出してきた。アマチュア時代は、 カナダのナショナルチームにも選抜されたが、早い時期にプロ転向を目指し19歳で1991年6月10日にプロデビューした。1994年5月6日には、スワ全米スーパーフェザー級王座を獲得。1995年12月15日に IBF 世界スーパーフェザー級王座を獲得。1997年10月4日、3度目の防衛戦で、 ガブリエル・ルエラスと対戦し、5回 TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した。この試合は1997年度のリングマガジンファイトオブザイヤー及びノックアウトオブザイヤーに選出された。その後、同王座を返上し階級を上げた。その後参戦続けて敗戦するが、1998年8月22日のイヴァン・ロビンソン戦は1998年度の リングマガジンファイトオブザイヤーに選出された。その後数年は、ノンタイトル戦を挟み、2004年1月24日に、ジャンリュー・カブランコと空イの WBC 世界、スーパーライト級王座を争い獲得した。同王座は2度防衛した後、2005年6月25日に、フロイド・メイウェザー・ジュニアに敗れて失った。2006年1月28日、 トーマス・ダンガードを11回 TKO で破り、空位のい世界ウェルター級王座を獲得して、復活をアピールした。そして7月22日に、WBC 世界ウェルター級王座を獲得すべく、アルゼンチンのカルロス・バルドミール・ニードムが、9回 TKO で破れ王座ダッシュに失敗。2007年、再起を目指すも、初戦で、アルフォンソ・ゴメスに、小負け。 ついに現役引退を発表した。2009年4月、交際していた女性への暴行罪で逮捕され、女性への接近禁止命令と罰金を支払い、保釈される。2003年6月、ウォードとの3戦目を終えての記者会見でのガッティアルやロ、つろ、ティの試合は、壮絶な殴り合いとなる試合が多い。中でも、アイルランド人、ボクサー、ミッキー・ウォードとの3連戦は、 ボクシング史に残る記念碑的シリーズとされている。ボードもガッティに負けじを取らずのファイティングスピリットに溢れた選手だったため、ポイント争いを無視した激しい打ち合いになり、両者血まみれの顔で終始意地と本能で打ち合う試合となった。初戦は2002年5月18日で10回判定で、ボードの勝利、リターンマッチは2002年11月23日で10回判定で、ガッティが勝利した。 これらの試合はノンタイトルにもかかわらず、年間ベストマッチにあげるファンが多数いたほどの名勝負となったため、2003年6月7日にラバーアマッチが組まれることになった。3戦目も全2戦に劣らぬ打ち合いとなり、10回判定でガッティが勝利した。特筆すべきは3戦ともノンタイトル戦でありながら、この両者の3戦をベストマッチに選ぶファンが多かったという点である。 特に第3戦などはこのノンタイトル戦がメインイベントの興行になりチケットが入手困難になったという。また、この両者は3回の激闘を通じて友人になった。激闘の後遺症でウォードは視界が二重に見えるダブルビジョンの症状を患ったが、その治療のための資金を拠出したのはガッティであった。ウォードは引退後はガッティのトレーナー、スパーリングパートナー役を買って出た。 2009年7月11日、旅行先のブラジルで遺体で発見された。当初は現場の状況から実験性が疑われ、同月13日には妻が殺人容疑で逮捕されたが、30日には死因は自殺として釈放された。この後、遺族と関係者が死因を認めず、埋葬された遺体を掘り起こして再検視するなどの騒動もあった。2013年、 国際ボクシング名誉の電動博物館に電動入りした。ありがとうございます。